こんにちは、ラムネラボあんこです。今回は商用利用可能な無料の人物写真素材サイト4選をご紹介していきます。写真素材どこから探したらいいんだろう、悩みますよね。いや、もう1時間以上探してるんだけど、いいのなくて。ありますあります。そのようなお悩みを今から解決していきます。私自身、お客様のサイト構築などで素材サイト利用しています。そんなウェブデザイナー歴15年のあんこがおすすめします素材サイトを4つこれからご紹介をしていきますが、各素材サイトともに禁止事項や規約が異なりますので、詳しくお伝えしていきますね。文字で読みたい人は概要欄にあるブログもチェックしてみてください。それでは行ってみよう。まずその1、写真 AC。 こちらは有名なので知ってる人も多いはず。0歳から80歳まで女性の写真が多いです。好みの投稿者を見つけるとより使いやすいです。ただ投稿サイトなので、クオリティ、写真のクオリティに差がありますので、そちらは注意して探してみてください。規約やルールについては会員登録をしないとダウンロードができません。無料会員の場合はダウンロード枚数は9枚まで、サイト内検索は1日5回までになりますのでご注意ください。その2、パクタソー。こちらは知っている人多いのではないでしょうか。パクタソは4万枚以上もある写真素材が全て高品質な、ちょっとネタ色、そして企画力もピカイチな、とても面白いサイトです。ですので、見ているだけでも楽しくてずっと見ちゃう、そんな面白くてハイクオリティな素材サイトになります。規約やルールは会員登録なし、ダウンロードの制限もなし、使用の明記なども必要なしと、さっとダウンロードしてパッと使うことができる、とても便利なサイトになります。その3、ビジトリーフォト。こちらは知ってる人少ないのではないでしょうか。ビジトリーフォトは白背景のビジネス写真が非常に多く、写真自体は非常にシンプルなので加工できる方におすすめです。またお札が舞う写真や大量の札束写真などがあるところがちょっと個性的で面白いなと思います。規約やルールについては会員登録あり、そして会員登録後に、運営者の方からメルマガが届くようになります。またウェブ媒体のみの使用の可能となりますので、こちらもご注意ください。最後、その4は、ガーリードロップ。女の子による女の子のための写真素材サイトです。こちらは美容系やカフェ、お花など非常に映える写真が豊富です。女性の後ろ姿やカメラでお顔を隠した写真などが多く、雰囲気を伝えたい時に非常にぴったりのサイトになります。とにかく写真が可愛い。規約やルールについては登録不要で、その場で何枚もダウンロードが可能です。まとめ、その1、写真 AC。 その2、パクタソ。その3、ビジトリーフォト。その4、ガーリードロップ。皆さんの中で気になる素材サイトはありましたでしょうか。これからもこのチャンネルでは皆さんの困ったを解決していきたいと思っています。コメント欄で質問やリクエストをぜひお待ちしております。ここまで見てくださってありがとうございました。ラムネラボでした。チャンネル登録よろしくね。